こんにちは、武田玲奈です。私は吃音という悩みを抱えている丸山杏という役を演じました。実際に吃音症の方にも会って勉強させていただきました。それで実際に撮影にも挑んだので、丸山杏ちゃんがどうやって成長していくのかをぜひ皆さんに見届けていただけたらなと思います。あんちゃんはボクシング部に所属していて、私も実際に2ヶ月ボクシングのトレーニングをして撮影に臨みました。この映画は5月20日よりテアトル新宿、ジストシネマ、田辺、他全国ロードショーです。皆さん劇場でぜひ見てください。